ちょい待ち。あんたそれさ、パチモンだよ。外国製の品質の低いやつ、しかも違法コピー品。パッケの裏見てみ。見てくれだけは丁寧に作ってやんのな。これこの辺りも怪しい連中が増えたもんだよな、おっちゃんよ。いいんだよ、こんなの騙される方が悪いんだし。ただそいつ俺の知り合いだから勘弁してやって。いいよいいよ、なんか無邪気に騙されかかってたんで見てられなかった。あ、適当。その制服は風子。ふん、天王寺くんね。いや、ここで何してたの？なんだ、一応カメラはマジで探してたのか。バイトね。もしかして収穫祭のバイト？まあ、あの時期なら頑張りゃデジカメ分の元くらいは取れるか。そっか、天王寺くんはそういう人か。あ、いやいや、いいんだけどさ。そっかそっか、うん、まっとうな学生さんやってんだな。デジカメ探してるんなら最初のタトゥーしたやつの店がいいと思うよ。マジマジ、あいつは好きでやってるから品質は保証。ここフリマだから型落ちが多いけど、高級機の名機しか並べてないから。一応ね、客層がこんなだからスラムっぽいと思われてるみたいだけど、まあ最近は怪しいやつも多いから騙されないようにした方がいいと思うよ。じゃあ、じゃあこれ寝癖？新しいヘアスタイルかと思った。うるせえ。なんか吉野くん侍っぽい。赤ジャケットの人の仲間っぽい。
うぜ、黙れ。高専エスコート第1号は小太郎さんだね。気安く話しかけんな。興味ね。あともう一度その呼び名使ったらオンザデッドインホスピタルを覚悟しな。何一つ分かっちゃいねえ。ねえっつったらねえ。思わねえ。てめえと一緒にするな。バカにしてやがるな。いちいち頭にくる野郎だ。情けねえほどボコボコにしててめえ自身を転校生にしてやろうか。ちっ、邪魔が入りやがる。周りのくだらねえ連中みてえに騒ぐ気はねえんだよ。どんな奴であろうとな。ちげえよ。誰がホモだてめえ。の天王寺なんつーカップリングが定説化したら生かしちゃおかねえ。か
悟しとけ。うるせえ、もう近寄んな。てめえの後ろだ。てめえの知り合いだろ。俺は群れるのが嫌いだ。できるだけ関わらないようにです。ソロで行ってこい。天体転校生といい、なんで俺の周りにはろくな奴がいねえんだ。頭に来るぜ。
んでよりによってあなたなんですか。見ればわかります。おかげで意もしない誰かに、あそこに見えるのは何ですか？とか聞いちゃったじゃないですか。またしても屈辱です。そこに見えるの何ですか？体育館。へえ、そうなんですか。そうですか。じゃあさっさと案内してください。渡せるんですね。本当に緑だらけですね、この町。話には聞いてましたけど、街全部がそうなんですか。あっちの方は何です？街の向こう。なんだか緑の海みたいですね。知りませんが、私は好きです。情緒というものがないんですね、あなた。
ったら向こうの開けたあたりが良かったです。散歩道に困らなさそうですし。嫌いですかこの町。やっぱりあなたと分かり合える気がしません。まあ行きましょう。ありがとうございました。また？天王寺くんってあなた？私、新聞部の井上っていうの。はじめまして。あったわけよ、これが。ウェブ新聞だからね。
までフリーじゃなかったことは？人生で一度も彼女いたことなしっと。ところで、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。神戸さんでしょ？天王寺くん、裏口入学したって本当？本人かたくなにしてと。分野だから信憑性にかかわらず疑ってかかる。工作は万全と。これがマスゴミ魂よ。はい、名刺。取材の時なんかあると便利なの。ま、一度アクセスしてみて。うちは深く鋭くが売りなの。あんたの去年までの成績ってひどいんだもん。どうやってここに入ったのかって誰だって思うわ。それも調べればわかることよ。カツ丼食べさせてやる。させてもらうわ。近いうちに必ずカツ丼をおごってみせるわ。